ヤネちゃん、いつまで補助輪つけてんの？みっともないわ。でも補助輪ないと乗れないからな。安心しなさい、私が教えるわ。うわあ、美人ママチャリよ。は？ヤネちゃん、まずはお母さんに乗って練習よ。まずはカーブになれるのよ。それは傾いてるだけだろ、ちゃんとやれ。たくもう、車輪投げるのはおかしいだろ。これが自転車の恐ろしさよ。さあ、次はスピードになりましょう。おい、止まれ、止まれって。おい、うん、あれはトマトよ。てやりすぎだよ。ヤネちゃん、これが自転車に乗るという子。俺は帰る、もういい。でんでんでん。てかあんた、いつになったら自転車の練習すんの？うるさいな、しないよ。あ、聞いたら遊んできます。ちょっと待ちなさい。じゃあ遊びに行こう。なんだこれ。ヤネちゃん、いい加減補助輪から卒業しなさい。やだね、ブー。こらー、わー、分かったよ、自転車乗ればいいんでしょ。あら、物分かりがいいのね。さあ、ヤネちゃん、補助輪外したわよ。ほら、乗りなさい、乗りなさい。まあ、いけ、大丈夫、もう一回よ。よし、ヤネちゃん、自転車はスピードを出さないと安定しないのよ。行こうよ。うわあ、ブレーキも壊してたの忘れてたわ。うわ、やつです。マチェネスケではないですか？そうよ、もっと憎たらしいやつよ。正直なあなたにはこのマチェネスケをあげましょう。いいの？さあ、次を始めます。まずはゴールで 1000m ワーミングアップです。え、無理だよ、無理。早く泳げ。よし、サボっちゃおう。ヤネちゃん、サボってるわね。早く一寸目に泳げ。もういい加減にしろ、帰ってくれよ。いいわよ。え、私に勝ったら臨時コーチもやめてあげていいわよ。そもそも俺は認めてないぞ。え、臨時コーチ様、よろしくです。よし、お母様対ヤネセブンの試合だ。もう本当に始めようよ。まあ、分かったよ、お母さんに勝てばいいんだな。しかし、どうすれば勝てるんだ。考えろ。この芋野郎が。芋引いてんじゃないわよ。あの野郎、腹立つな。あ、それではキイコ様対ヤネスケのスペシャルワンマッチを行います。よーい、必殺技フィンザマジシャン。やるわね、やるちゃん。私も奥の手を使っちゃおうかしら。
マジバタフライ。やばい、このままじゃ屋根助が負けちゃう。こうなったら最終奥義、オナラザバーストストリーム。やった、俺の勝ちだ。超気持ちいい。臭すぎて何も言えねえ。あっ、あちゃちゃー。いけ。よっしゃ、また1位だ。ピクロイフォー。お母さん何してんの。来週スノーマンのライブだから少しでも若返ってショッピーに振り向いてもらうの。そんな薬意味ないでしょ。だったらあんたが若返る薬作りなさいよ。天才なんでしょ。仕方ないな。若返る薬じゃなくて老ける薬作ってやるよ。これでお母さんを老婆にしてやるぞ。お母さん薬できたよ。あら、さすがうちの天才息子。いただきます。あー、やっぱり一回会ったら試してみなさい。いや、俺は若返る必要ないからいらないよ。あら、そう。あーあっ、バッチが当たったのよ。あなたはこれからおじすけとして生きなさい。じゃあやれすけ鬼ね。よし、任せろ。じゃあよっこらせ。ほら、やれすけ捕まえている。どうした、そんなもんかよ。わしはもう帰る。最近の若者は。おじすけ、一緒に老人ホーム行くわよ。なんじゃなんじゃ。マチコさん、お昼ご飯まだ。何言ってるの、さっき食べたでしょ。ギャルのパンチが欲しいんじゃ。何言ってるんですか。すいません、今日からお世話になるおじすけです。あら、こんにちは。それじゃあおじすけさん預かりますね。ほら、なんじゃ、足若い方なんかされなくても。はい、じゃあまずは脳トレでもしましょうか。そんなつまらんものより、わしはフォートナイトするんじゃ。このバカもんが、いつもの足なら勝てたわよ。おじすけさん、おやつの時間ですよ。わしの好きなうまい棒いただきます。は、歯が。おじすけさん、あまり無理をなさらず羊羹でも食べてください。羊羹で食うんじゃぞ。悔しいけど美味しい。よかった。老人には老人の楽しみ方というものがあるんじゃ。そうじゃの。生濡れの和光土燃やす恋心。おじすけさん、すごいセンスがあるわ。金ないと語る世間はお金。ウィー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 。まあ、全く成長しないんだから。老人ってのも悪くないかもしれんな。ただいま。おかえり。老人ホームどうだった。なかなか楽しいところじゃ。え、
老人には老人なりの楽しみ方ってものがあるんじゃぞ。それは良かったわね。